国軍勝どきという我らの武将大イベントじゃー。なんとこたびは武将隊を数多くお呼びいたした。はい、奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、そして奥州城おもてなし甲冑隊、越後上越上杉おもてなし武将隊、熊本城おもてなし武将隊、そして神戸清盛隊。なんで我らと450年ぐらい差ある清盛隊をお呼びするかは上田に来れば理由がわかる、はい、あともっと声 でかく言いたいのはその夜、夜我ら武将隊なんと10周年じゃ。ありがとうございます。あとちょっとだけわかるの望月。あとちょっとやな、はい、あとちょっとなんじゃ。あとちょっとです。ちょっとじゃ。やっぱり満員でみんなで祝ってくれ。頼むぞ。詳しくは我がツイッターのトップページにある、そこをワンクリック詐欺はないけどクリックしてみる。詐欺じゃないですからね。ワンクリック詐欺はないからな。でもちろんゲスト武将隊の方々も参加してください。はい、共に宴を開こうではないか。そして次の日11月6日は上田真田祭り。上田真田祭り、はい、大丈夫か。大丈夫そうです。さっき佐野俊介が清筋を噛んでた。おお、何回も言いますね。いや、信長公に似た人がなんで清筋を噛むんだろう。それと同じようなことが起きた。上田真田祭り、なんとゲストオブ招待は熊本城おもてなし部招待の方々、やそ姫は帰られるんじゃが、他の隊の方はなんと参加される。これは今後あるかないかわからんような珍事じゃ。普段は春ですからね。そうじゃろう、はい、そうなんじゃ。春の秋にやってな。そうですね。しかも清盛隊が真田の武者行列に参加してくれるから。なかなかないですよね。ぜひとも見てもらいたい。よろしくお頼みます。お願いいたします。ではここでさっきも言ったが、最後に締めの勝ち抜きをしたいと思う。よろしいか宮野氏。右手の拳、拳を噛んじゃう。熱いんだ。だって新種15度やったんじゃ、昨日。今日27度やぞ。だだこねないでください、いきます。では、右手の拳を握りしめよう。皆の者、目指すは家康の首、ただ一つじゃ。せーの、えい、えい、ほー、えい、えい、ほー、えい、えい、ほー。信州上